ファモチジンは、ヒスタミン H に受容体喫抗薬の一つ。胃海洋、十二指腸海洋といった、消化性海洋の治療に用いられる、医薬品である。商品名はガスター。1979年に、山内製薬が開発。壁細胞のヒスタミン H に受容体を遮断する、ことにより遺産分泌を抑制するため、遺産抑制薬として使用される。 他の H2 ブロッカーであるシメチジン同様に、異所性石灰化に有効だという報告がなされており、シメチジにより副作用も少ないため、整形外科分野での治療効果が期待されている。ヒスタミン H2 受容体は、人間の場合、胃壁のほか、心筋などにも存在する。ヒスタミン H2 受容体喫抗薬は、心筋の受容体にも影響を与えるため、 不整脈等の心臓の異常を起こすことがある。特に心臓病の患者が摂取することは禁忌とされる。ファモチジンを含む市販薬では死亡例も確認されている。その他、低血圧、下痢、めまい、頭痛、発赤が見られることがある。シメチジンは抗アンドロゲン作用が見られることがあるが中止すると回復する。1983年より 錠剤型がガスターの名称で処方箋医薬品として日本で発売開始された。同時期より流通していた海外製品の締め人やラニ縮と効能は同等であるが山の内製薬の製品であるため広く流通していた。散財のガスターさんを呼び OD 上型のガスター D と重症者向けのガスター中がある。 1993年には内容薬が、1999年には注射剤が日本薬局型に指定されている。一時期、山の内の主力製品となったが、米国では2000年に、日本では2001年に基本的な製造特許が満了し、2002年より後発医薬品が流通している。2018年10月1日付で、 全在系をリトアニアリタスファーマ株式会社に製造販売承認の承継及び販売移管した。山内製薬のガスターはファモチジン結晶多系から製造していたが、1990年代にハンガリーのリヒターゲテオンがファモチジン結晶多系に A 型と B 型が存在していることを突き止め、結晶多系、B 型での製造特許を取得した。 そのためリフターゲテオンは山内製薬が結晶多形 B 型にかかる部分の特許侵害をしているとしたが山内は2000年に日本における発売製品について2007年まで同社と独占的な製造特許のライセンスを締結したしかしファモチ人の特許切れに伴い高発医薬品メーカー各社が同製剤を製造するにあたり リヒター・ゲテオンは山の内製薬と同じく特許侵害として2001年に該当する後発医薬品メーカー14社に対して不法行為に基づく損害賠償及び不当利得の返還を請求する訴訟を提起したこの時点でリヒター・ゲテオンの日本におけるパートナーは山の内のみであったことから山の内対ジェネリック医薬品メーカーの代理戦争を していた2003年に東京地裁及び大阪地裁での判決は純粋に結晶多形 B 型のみを使用して製造したものではないと特許侵害が認められないとして原告敗訴となり控訴審でも棄却される結果となった1997年に山の内はガスターをスイッチ OTC したガスター10を発売開始 内容薬発のスイッチ OTC であった。ガスター10は、もともとガスター20の名称で、医療用医薬品として使用されていたものを、一般用医薬品として販売するために、ファモチジンの含有量を 10mg に抑えて、開発したものである。現在でも医療用医薬品として、ガスター20は広く使われている。当時は遺産を抑える効果のある、 アルミニウムマグネシウムや胃粘膜を保護する成分、消化酵素など、古典的な成分を配合した、胃腸薬のみ市販化されていたため、一回あたりの単価が、高価であるにもかかわらず、胃痛、胸やけに、速攻性のあるガスター10は芝叩たたく間に、ヒット商品となり、後に、3、OD 上、内容液型も発売されるようになった。 他の大衆薬メーカーも1998年から H2 ブロッカー製品の市販に追従したが撤退して流通していない。ただし体質や気用歴によっては重篤な副作用が起こる可能性があることやあくまで対症療法のため常用を続けると重篤な胃疾患の症状を紛らわせて発見が遅れる場合もあるため発売当初より 薬剤師に相談することを広告で周知している。2009年の改正薬事法施行により、第一類薬品に移行しているため、引き続き薬剤師のいる薬局でないと販売できない。なお、ガスター10には、ファモチジン以外の有効成分は、含んでいないため、食べ過ぎによる、消化促進の効果はない。ガスター10は2004年に、ゼファーマへ移管され、 後に第一三共ヘルスケアへ吸収されたことから、同社の製品として発売されている。山の内時代、ゼファーマ時代、第一三共時代まで一貫して、パッケージのガスター10ロゴの10には必ず天の振り仮名が振ってある。ありがとうございます。